はい、それでは今回はクラメールの連環ケースについて話をしていきたいと思います。リンクでですね、独立性の検定についての動画が貼ってありますので、こちらをまずご覧いただきまして、下位2条検定についてしっかり理解をしていただいてから、この動画をご覧いただけるといいかなというふうに思います。はい、まずはクラメールの連環係数ですが、内容としてはですね、2つのテーマの関連性を表す指標となっています。つまり、今回の例題でいうところの2つのテーマというのはですね、この男性女性という性別、そしてうどんラーメンパスタというような好きな麺類ということで、このような形で、まあ今で言うと性別と好きな麺類というような二つのテーマの関連性というものを調べることができますよ。まあ以前ですね、この独立性の検定の動画でも使ったこのテーマですね。独立性の検定においても二つのテーマが独立であるかどうか、まあつまりはですね、二つのテーマに関連があるかどうかということを調べることができました。まあ、それに関連したクラメールの連環係数であるというふうに認識をしてください。はい。でですね、クラメールの連環係数というのはこのような式で求めることができますよ。V と表しまして、V イコールルートの、まずですね、分子を見てもらうと、ここに下位2乗というものが出てきまして、この下位2乗検定で使う指標ですね。下位2乗統計量というものを出してですね、このクラメールの連環係数の分子とします。で、分母は n かける縦おわ横の小さい方引く1と書きましたが、n っていうのは、例えばアンケート結果でいうところの全ての合計のこの数ですね。まあデータ数ということになります。まあ、今回で言うとこの600となりまして、縦おわ横の小さい方とざっくり書きましたが、縦の指標はですね、この男性、女性ということで、これ、二つあるわけですね。で、横の指標は、うどん、ラーメン、パスタってことで、三つあります。で、この縦と横の、二つと三つという数字の小さい方を採用してもらうので、今回は、二ですね。二というのを採用してもらって、2-1 という風になります。なので分母は N に600データ数を入れて、縦、おは横。まあ、今回で言うと2という小さい方の数字を入れますよということですね。まあ、もう序盤で結構ここに当てはまる数字を話してしまったんですが、一応今回の例題を確認しますと、まあ、男性女性それぞれにですね、うどんラーメンパスタの中でどれが好きですかというアンケート調査をしたということですね。で、まあ、パッと見ですね、男性だとこう、うどんとパスタに偏りがあるかなと。で、女性だとこう、うどんに偏りがあるかなっていうようなところで、まあ、性別における好きな麺類っていうものについては関連があるかどうかを調べましょうねということで、性別と好きな麺類の関連について調べようというふうに問題が、まあ、作られていますよということですね。男性はですね、これ400人にアンケートした。女性は200人にアンケートをしたよっていうようなところで、まあ、横の合計、まあ、縦もそれぞれ合計が書いてありますということですね。で、どちらにせよこの V を出したいんですが、下位2乗統計量を出さなければ V を出すことができません。ですので、ちょっとまあ復習ということで、独立性の検定について話をしたいと思います。独立性の検定はですね、まあ、下位2乗検定ということで、下位2乗統計量というものを使いましたね。で、下位2乗統計量の中身、計算の仕方というのは、観測度数引く期待度数の2乗を期待度数で割ったものの合計でした。で、観測度数っていうのは、アンケート調査をしましたその結果ですよっていうのが観測度数。期待度数というものは自分で計算をしなければいけません。今回の問題でいうところの期待度数というのは、例えばうどんっていうのは全部で300人選びました。好きな麺類ということで。そこにですね、この300に男性女性の比率、まあ、今回で言うと400対200なので比率としては2対1なわけですね。ですので、期待度数というのは男性のうどんの期待度数、この165に当たる部分については300人のうち2対1、つまり全体で3のうちの男性ってことで、300に3分の2をかけると期待度数の200と出てきますよ。じゃあ例えばですね、他にもやってみましょう。パスタの女性、今35となっているところは、
合計パスタは180なんですけど、女性の期待度数が知りたいとなれば、全体で3のうちの1なので、180×3分の1ということで、60という期待度数が出ますよ、ということでしたね。はい。ということで、この緑の部分がですね、それぞれの期待度数というふうに思ってください。じゃあ、会議上、統計量を計算したいので、まあ、1つ、2つやってみると、165という部分については、165は観測度数で、引く期待度数の200ですね。その2乗をしまして、分母にはここ期待度数、同じ200が入りますよ。ということですね。だーっと言って、先ほどの35、そして60が期待度数でしたので、35×60、2乗で60で割りましょう。ということですね。それぞれその他のですね、4つのゾーンについても同じような形で式を組んでもらいまして、それらを合計すると。そうすると 42.4125 ということで計算ができます。この前のですね、自由度というのは、-1、-1でしたね。どういうことかというと、縦の指標2つ、で、横が3つでしたね。2-1、3-1の掛け算をして、自由度というものを決めました。で、自由度が決まれば、解2乗分布というものを見に行けば、棄却域がわかる。で、今回はですね、特に、こちらがメインではないので、問題としては設けていませんけど、この棄却域を自由度が2の時で、5% という風にして、例えば、まあ、検定をした場合ということで、ちょっと話をしますね。自由度が2、棄却域が 5% ということで、解2乗分布の値を読み取ってもらうと 5.99 となるわけですね。5.99。じゃあ、今回の解2乗統計量というのは 42.4125 という結構大きい値ですね。つまり、もう全然この棄却域の中に入ってくるわけです。ということは、棄却される。帰無仮説を棄却されます。まあこれも復習ですが、解2乗統計量、まあ解2乗検定においての帰無仮説っていうことで、基本的には独立しているというふうに、まあ今ざっくりですけどね、設定をします。つまり、男性女性という性別と好きな麺類っていうのは独立している。つまり、性別と麺類、好きな麺類には関係がないよというふうに、帰無仮説を立てるわけです。で、今回はそれが 42.4125 棄却されました。ということで、独立しているとは言えないという結論になるわけですね。まあ、要するにですね、二つが独立しているとは言えないってことで、まあ、何かしらの関連があるよとか、性別と好きな麺類っていうものはそれぞれ影響がありますよ。お互いの影響を受けてますよ。男性っていうのはやっぱりうどんとかパスタを選びがちですよねっていうようなところで、影響を受けていますよっていう風な結論をですね、導くことができますよという風に捉えるわけでしたね。これが今ざざっとご説明しましたが、解2乗検定というものでした。で、今回のメインはあくまでもクラヴェールの連環係数ということで、今計算したこの解2乗統計量というものがクラヴェールの連環係数のこの部分にですね、入ってきますよということです。ですので、最初話をしたように、600という数字を代入して、縦は横の小さい方、つまり2を入れまして、解2乗の部分に 42.4125 を入れますと、このような形になります。はい、今回のメインの V というのは、これを計算してもらうと、0.266 となるわけですね。はい。で、ここでですね、少し注目してほしいのは、先ほどの解2乗検定をしたときに、独立している帰無仮説というのを棄却して、独立しているとは言えない。つまり、関連がある、影響があるというふうに、一応結論付けたわけですね。それに対して、この 0.266 というクラヴェールの連環係数で見た場合の数字、この数字というのは、まあ、関連があるのかないのかっていうところですね。なんとなく、この、V という値がですね、今、まず範囲をちょっと認識してもらうと、0から1までの間に収まります。まずはですね、知識として、クラヴェールの連環係数っていうのは0から1の間に収まるとした場合の 0.266 です。ちょっと考えていただきたいんですが、なんとなくこう相関係数のイメージがある
とマイナス1から1、その時にですね 0.266 っていうことは0に近いので、相関がないんじゃないかみたいな感じで、今回も関連がないのではないかというふうに見ることもできるんですが、この表をですねちょっと頭の中に入れてほしいんですが、0から1というふうで V は設定されますね。でそこでですね、ちょっとその相関係数のイメージを忘れてもらって、 0.1 でもこれは関連があるというふうに認識をします。でも 0.5 を超えてきた場合、それは強い関連があるというふうに認識をします。なので相関係数のイメージとちょっと違いますね。相関係数だともう 0.7 とか8で、まあ正の相関、強い正の相関がありますよみたいな感じで見ますが、もう 0.5 を超えた段階でクラベールの連関係数というのは強い関連があるというふうに結論付けていいわけですね。ですので、この 0.266 という今回の値というのは 0.25 を超えたあたりに来ます。もう 0.25 を超えると、中くらい、まあ弱いと強いの間ですね、ぐらいの関連があるというふうに認識をしてもらって大丈夫ということなので、まあ 0.1 から 0.25 っていうのはまあ弱いですけど関連はあるよというふうに見なす。で、0から 0.1 だともう関連はないということなんですが、先ほどの結論、関連があるよというふうに結論付けましたが、今回はですね、クラメールの連関係数で見ても、やっぱり関連はあるよねっていうふうで認識をしてもらえるといいと思います。なので、ここの数字 0.1、0.25、0.5、まあ0と1の真ん中でも強い相関、まあ強い関連があるよ。さらにその真ん中で中程度の関連があるよ。で 0.1 より大きくても弱いですが関連はあるよということで、ここをですね、クラウェイの連関係数においては、理解しておかなければいけないと思います。はい。ということで、ここまでがクラウェイの連関係数。まあこの解2乗統計量と合わせた見方というのを話をしましたが、ここで少し、まあ、1問ですね、問題を作りましたので、ちょっと見てください。元のアンケート結果の値が全て3倍されたとき、解2乗統計量とクラメールの連関係数の値はどうなるかというふうに問題を設定しました。つまりですね、この元々のアンケート結果が実は全てのデータ、3倍だったと。だからこの165の部分も、3倍の値が正しかったし、135も3倍の値が正しかった。全部3倍が正しい値だったとしましょう。35まで全てが3倍でした。ということですね。そしたらですね、これ、男性の方も全てのデータが3倍されたら、気になる人は計算してほしいんですけど、わかる人はすぐわかりますね。400という合計もですね、3倍されるわけです。女性の方も同じです。すべてのデータが3倍されたら 200×3。ということで、まあ、縦も同じなわけですね。3倍、3倍されたら3倍。ですので、全部これ、600っていう部分も3倍されるわけです。すべてのデータ、ここに当たる部分がすべて3倍された場合は、合計の600っていう部分も3倍されますよっていうふうで、まずはですね、問題から、ここを理解しなければいけません。はい。で、その場合ですね、考えたいのは、まず解2乗統計量を考えたい。そうすると、先ほどのこの式ですね、この気体、観測度数引く気体度数の2乗で気体度数で割りましょうっていう、この部分を考えていくと、一つだけちょっとピックアップしまして、ここに書きました。165も、この気体度数の200という部分も、まずですね、気体度数。これ、165×3、65×3 という風になっていった場合、気体度数ってどうなるのってなるんですけど、これはですね、2対1という比率は、400×3、200×3 ですので、2対1という比率は変わりませんね。×3 されようが、お互いに×3をされているので、2対1は変わりません。で、ここの数字、これ 300×3 っていう部分もですね、まあ900になるんですけど、900をまた2対1の比率で分けましょうってなるので、900を、例えばここであれば200って今なってますけど、もともと300だったので2対1で分けて、2の方は200でした。それがですね、300×3、900を
2対1、つまり3分の2っていう風に掛け算をしてもらうと、900の3分の2なので600になりますね。つまり、ここも3倍という風になるわけです。全部こちらも3倍という風になると思っていただいて大丈夫です。ですので、この200という期待度数ですね、の部分も、かける3ってなってます。今抜き出したのはこの部分ですね。この下位2乗統計量を考えたい。で、今すべてが3倍になったよってことで、期待度数も3倍になるっていうことが見えたと思います。ですので、200×3 ってことは分母も 200×3 となりましたよと。ここでですね、今一つだけこうピックアップをしたんですが、分子をちょっと引っ張り出します。そうすると、165×3-200×3 の2乗ってのは、それぞれで、カッコを分けてももちろんいいんですよね、2乗ってのは。で、これ、前のカッコってのは、×3×3 ですので、この3っていうのを共通因数と見まして、前にくくってあります。で、3×165、3×200 っていう状態にしました。まあ、後ろも同じですね。3×っていう風で、後ろも同じ。この前に出た3と3をまとめまして、9になります。で、165-200 は2つまたあるので、2乗となりますね。ということは、分子は9、括弧160-200の2乗という風にですね、こう書き換えることができた。ですので、またこの部分書き直すと、こうなりますね。200×3、9括弧165-200の2乗となるわけです。で、ここは掛け算なので3と9約分していいわけですね。だからここ3ですね。ということで、この部分ですね。元の200分の165×200の2乗っていうのが、ここに現れてくるわけです。ここ。約分をした3を除いたこの部分。同じですね。今緑で書いてますが、この緑の四角の中は同じ。その外に、3っていうのがあるので、3が前に出てきて、元の緑の四角の部分っていうのがここに来ました。っていうことが他の項でも起きてくるってことですね。これも元の四角、緑の四角っていう風で、今3が前に出てくるっていう原理は同じですので、ここにも3が前に出てきてます。で、その全部についた3を、ここにも3があると思ってください。ここにも3がある。全部についた3を前に出してもらって、元のこういう緑の四角のゾーンっていうのを中で全部くくることができますよねっていうふうに理解してください。はい。そうすると、元の緑のこの四角のこういう部分がですね、ずーっと計算をしてきた部分っていうのがこの中にあると思うと、元の下位2乗統計量から3倍をするっていうふうに結論付けることができると。ですので、まずは下位2乗統計量っていうのはどうなりますかと言われると、アンケート結果の値が全て3倍された場合、下位2乗統計量も3倍されるよという風ですね。はい。じゃあ、その影響を受けて、クラメールの連関係数どうなりますかというと、クラメールの連関係数、こちらで計算をしましたが、まずはですね、合計600も3倍されるんでしたね。すべてのデータが3倍されるということは、合計の600も3倍されています。なので、この600っていう部分は3倍されますよ。ただし、縦と横のこの指標の数が変わったわけではないので、小さい方っていうのは2のままですね。なので、2-1。この部分は変わりません。これが分母ですね。じゃあ、分子はっていうと、今ここで見てもらって、たように下位2乗というのは元の、まあ、下位2乗統計量から3倍されるということですので3が前に出てここには元の統計量入ってますよというふうに認識をしてください。じゃあこれ見てもらうとルートの中身ですね、3と3が分母と分子に出てますってことはここ約分できるわけですよね。じゃあ何も変わってない元のV、クラメールの連関係数と何も変わっていないので、元のデータを3倍しようが、まあ、4倍しようが、5倍しようが、クラメールの連関係数については何も変化はありませんよ、というふうに見てもらうことができると思います。はい。ということでですね、こんな問題もちょっと準備してみましたので、こちらも理解してほしいんですが、
クラメルの連関係数と管理上統計量ということの、まあ、関連性について話をしましたし、あとはこちらですね、クラメルの連関係数の数字の見方も理解しておかないといけないと思います。まあ結論が変わってしまいますので、あまり関連がなさそうな数字ですが、それは関連があるよというふうに認識ができなければいけませんよということですね。はい。それでは今回ですね、独立性の検定少し復習をしながら、クラメールの連関係数について話をしました。以上です。少し板書を取る時間を取りたいと思います。ありがとうございました。